はい、どうもチャイチャですって誰だ、ダケイエロって。チーズ、どうもチャイチャです。ダケイエロって何ですかね。なんだ今度はダケイエロまで来たんだよ。前回の動画でダケブル、ダケイエロもいますって言ったら本当に来やがった。はい、ということでなんかどんどん揃ってきましたね。はい、ということでカッシー村人の動物の森ですね、春バージョンですね。走るたびに四季が変わるわけだけど、今回は春なわけですね。いやー、なんでだよー、ほんとなんで金しか出ないんだよマジで。ちょっと待って。いやー、バンジョーアップされたわけですが、新しいコースが出てね、得意コースが増えるのかなと思いきやね、そんなこともなくてね、結構まあ新しいコースで得意なコースって言ったらリンリンメトロとかぐらいかなーっていう状態ですね、今のところはね。さてと、そしてここでトリプル、うわー、ちょっとマイクが近いと息が入る、マイクが近いと息が入るのが私です、気をつけてください。しかし近くないとね、結構ちっちゃくなっちゃうんですよね、声がね。そこが悩みなんですよね。よいしょ。さあ、そこで出てきたトリプルラムダッシュをねキープしたまんまで、どこで使おうかな。この辺かな、ほんとこの辺のショートカットの仕方分かりづらいっていうんですかね。まあ、同性さんじゃなくて、間違えた、また同性さんって言っちゃった。リセットさんのこと同性さんって言っちゃうんですよね、どうしてもね。こいつだ、こいつです、こいつこいつ。でここで使うんですよ、基本はね。だがあと1箇所トリプルキノコを使う場合はどこで使えばいいのかってなりますよね。ちょっとうますぎでしょ今のは。跳ね返りで自分に当たっちゃうのもなんかな。はいはい、うますぎだよ今の、誰ですか、全く。ああ、だからここアイテム取れないから嫌いなんだって。ちょっと待って、ちょっとね、本当に待って待って待って、ちょっとアイテム取れない、ちょっと危ない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 、ああちょっと待って、熱いとまた取れないんだけど、ああ死んだ。また死んだよ。死ぬー、ああ死ぬんですよ、タケレットだけ。ヘロ見事に並びました。なんだこれ。そして、はい、癒し BGM ですね。はい、2コース目、リンちゃんメトロリンリンメトロことリンちゃんメトロ、いきます、ファイヤーファイヤーいきましょう、ファイヤー、またファイヤーっていうことに息が入りますね、ボクってなりますね、どうしてもね。でもボクってなるぐらいマイク近くないとね、ちゃんと入らないんですよね。ゲーム音がでかいからってのもあるんでしょうけど、よいしょ、怖いよ。クサ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 ってなってる。さあ、パックンさんのおかげでいきなり1位になったはいいけど、これはきつい。うわー、ちょっと待ってください。クサ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 。あー、クサ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 。あー、だから押さないで。押さない、押さない。押さない、押さない。しかも押さないで、押さないで。うわー、ちょっと待って、待って、待って、待って。後ろにブーメラン投げないで。いやー、ちょっと、拒否反応が多いですね。ちょっと怖いよ。赤コーラ。ちょっと危ない危ない、はぁ、マジで危ない。おっしゃ、私が赤コーラ、はい、よし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 、ムツゴロウさんから、あー、ちょっとなんでモートンさんちょっと引っかからないんですかね、あなた。なんか周りからも来てる気がするの、気のせいから。あー、ちょ、よしいいぞ、よしいいぞ、よしいいぞ、うわぁ、よし行くぞ。ちょっと怖いよ、危ない、はい、ちょ、3人に上がったぞ、よし赤さん、いいぞ、1位追い詰めろ、いや、いけ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 る、よし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 、いけるぞいけるぞいけるぞ、よしよしよし、いいよし、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ここらさん、なんか、うわー、最悪だ。タイミング最悪すぎる。だけどさ、1位譲ってしまう羽目になってしまいました。あー、そこで、ここで、ここで、ここでトゲゾウさんという奇跡起こらないでしょうか。起きません、起きません。そのほかファイヤーが切れて、おーっと、なんか知らんけど私がだけかわしてたような気がする。そんなことはなかった、そんなことはなかった。あー、ラッキー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 、これはラッキーですね。うわー、ちょちょちょ、ラッキーだと思った瞬間、これだよこれだよ、うわー、ちょ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 、怖い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 、けどいけそう、けどいけそう、おー、いけー、よっしゃー、ありがとう。
なんだこのうるさい実況。うるせえわ。自分で自分でうるさいと思いましたね。ごめんなさいね。はい、ツイスターですね。あんまりうるさいとね、お叱り受けちゃうんで、ちょっと抑えたりしないとな。よし、スタート。ツルツルツイスター。まあまあ普通のコースです。ガードをなんでしょう。うわ、ちょっといきなり投げちゃったよ。お尻を守んなきゃいけないのに。投げちゃったよ。早速無防備ですね。頭隠して尻隠さずとはまさにこのことだ。あー、これはやばい。ちょっと矛盾してるようだが、ちょっとこれはバナナではちょっともったいないアイテムですね。バイバイバイ。さあ全部投げていって、うわ危ない、自分で引っかかるとこだった。しかもキロ1ちょっとアイテムさん、よろしくない。なんだうーんって。よし、さてと、さあキノコが出てきまして、うわちょっと上からなんか落ちてきた、上から落ちてきた、危ない。ここでイカチャンネルじゃろ。さあここでイカチャンネルじゃろ、爆弾あるじゃろ、トリプルラムラッシュするじゃろ。ここでラムラッシュ決めるじゃろ。よいしょ。こんなアイテムしかねないのか。一夜ない外れてるのに、おっと危ない。ちょっときついっすね。ここバナナはまだ引っかかってない。ちょっと前の人もバナナ、こっちに逃げます。ちょっとボフってまた息が入る。なんかな、でっかい声で実況するとどうしてもこうなっちゃうな。うわ危ない危ない。ちょっとなんかこうやってるときは息入らないんだけどな、どういうことだろうな。ボフってなっちゃうな。おーいしょ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 、いいぞ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 。なんか引っかかるんですよね、私もね。おいしょ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 、後ろからスターが来てる、殺されるっていうか、もう何もいいアイテム出ないよ。平凡なアイテムしか出ないな。よし、ここで、前の人も赤コーナーだからまだいいのかな。ちょっと待ってください。えい、当ててやるよ。当たんねー。自分に来る、危ない。自分に来るかと思って一瞬。もう誰にも当たんないんだよな、本当に。なんかここの辺の冷凍ね、ずーっと回ってる気がするな。うわー、ここか。荒れるコースで有名なベビーパークです。とはいえね、逃げてしまえばね、そんなにね、荒れないとは思うんですけど、どうなんだ。レッツゴー。うわーっと、ここ全部反重力だからブルーファルコンが有利なんですよね。でも今ブルーファルコンじゃないからな。アイテム取らせて。でも結構アイテム多いからね、まあそこはちゃんと取りましょう。よいしょ、1個しかどうせ取れないんだから。よいしょ、被弾を少なめにして、被弾を少なめにしていくしかない。ここもコイン取って、よしいいぞ。うわー、また入ってるか、コイン系か。なんか後ろに上げちゃったよ。なんか後ろから来てる気がするけど気のせいだ。危ない、現実逃避。よいしょ、さあもう一人のだけイエローに赤コーラ投げて2位に上がる。さあ本物のだけどさ、抜かして、よし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 、いいぞ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 、よしよしよし、後ろからなんか来てる気がするけど気のせんな。気にすんな、気にしたら負けやだ、まね、負けやで。もう一発もう一発、よし、もう一度仕事してくれ。おっと、熱い熱い。熱い、もう一発はやらない。ちょっと待って、まずいね。せっかく1位になれそうな感じだったのにな。うわー、これか。ちょっときついかも。誰か避難するのに期待するしかない。うわー、ちょっと待って、くさ。やばい、上から嫌だって言ったのに、このコースマジ嫌いなんだよ、ここ。本当にくさってなるからマジ嫌いなんだよ、ここ。ダメなんだよな、あそこ曲がれないんだよね、なんかどうしてもね。うわー、プープーだよ、もうブーイングですよこれは。曲がれないか、他の子本当大嫌い。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。